皆さんこんにちはほぼ5分でわかる人生相談 Q&A 幸せな人生の極意の第101回です今回も皆さんの質問にお答えいたします今回は自閉症の子供とどのように接したらよいですかという質問にお答えいたします自閉症は自閉症スペクトラム障害や自閉スペクトラム症とも呼ばれている先天的な 発達障害の一つですその特徴として社会性と対人関係の障害コミュニケーションや言語の発達の遅れ行動や興味の偏りの3つがあります自閉症の原因にはさまざまな説がありますが生まれつきの脳機能障害であると考えられ親のしつけや 愛情不足子どもに自閉症の傾向がある場合早期から介入して療育を行うことで特性時代を治療することは難しいもののいじめ不登校気分が落ち込む抑うつ状態などの二次的な問題を 予防することができると言われています自閉症のある子供によく見られる行動としては次のようなものがあります人との関わりに関心がない言葉が遅れている独特な言い回しをするいつも同じ遊びをする同じやり方や状態にこだわる痛みや音、匂い 光などの感覚に無関心または過度に反応するなどですこのような子どもと接する時の心がけはどうしたらよいでしょうかその工夫を4つ紹介いたします第1は簡単な言葉で統一した言葉がけをすることですちゃんと座ってそこに置いてなどの 曖昧な言葉を使うと子供は混乱しやすくなります簡単な言葉でゆっくりと話すように心がけましょう前を向いて座ろう机の上に置いてなど短い言葉で具体的に伝えましょうまた繰り返し同じことを伝えたいときには伝え方を統一しましょう 第2話落ち着ける環境を用意することです苦手な音が聞こえる場所や見えるものがたくさんある場所では絶えず刺激を受けてしまいます静かなスペースを用意したり壁や机の上をすっきりさせたり物が置かれている場所にはカーテンをつけたりするなどして気が散らないようにしましょう 第三話興味の幅が広がるような工夫をすることです同じ遊びをしているときに無理に別の遊びをさせる必要はありませんいつもの遊びをしてから次の遊びにも誘ってみましょう例えばいつもミニカーを一列に並べて遊ぶ場合には車の絵本を一緒に見せたり 駐車場に見立てた箱を用意しそこまで車を動かす遊びをするなど今興味のあるものから少しずつ興味の幅を広げていきましょう第四話スケジュールや手順を視覚的に伝えることです変化に不安を感じやすい場合は今後の見通しや自分のやることが 目に見えると安心します今日はプールの後公園に行くよ」などの音声よりも文字や絵の方が理解しやすいため活動や手順は文字や絵写真を使って流れを一覧にして見せてあげると安心させることができます。ままたいつ始まるか いつ終わるかを感じ取ることが苦手な子どももいますその際にも目に見える方法で始まりと終わりを伝えましょう例えば歯を磨き終わる時間を砂時計を使って知らせますこのようなことを意識しながら接してみてください自閉症を持つ父母は人一倍の気遣いとご苦労がありますか 子どもの尊い個性が輝くことを信じて接していきましょう。皆さんからの質問をお待ちしています。人生相談 Q&A でほぼ5分でお答えいたします。またお会いしましょう。